はい、始まりました。始まりました、松尾塾。はい、今回もね、3人でお届けしてまいります。はい、今回は、はい、コーナリング編でございます。来ました。はい、前にね、コーナリングの基礎として、うん、あの8の字とかね、やったの。ファイルを置いたりとか、はいはい、ボトルとかでやったんだけど、それをもう少し応用して、ちゃんとしたコースに出て、そのカーブね、うん、コーナリングをね、してみようかなと思うんだけど、うん、今回3人いるんで、まあ、複数人で、コーナリングをした時に、どういったことに気をつければいいのかなとか、うん、まあ、そういったところをね、中心に、行きたい、話していきたいと思います。はい。はい、まずね、おさらいなんですけど、うん、自転車ってそのラインをね、変えちゃダメなんですよね。はい、集団で走るとき、複数人で走るときに、うん、自分のこうラインっていうものをまずキープしないとダメです。うん、はい、でコーナリングってこうね、こうアーチ上でこう R がね、うん、カーブのアーチがあるんですけども、うん、その角度に沿った走行をしないと基本的にはいけないです、複数人の場合ね。うん、でこれがちょっと発展編だけど、1列になったりとか、うん、1人で走ってるときは別にアウトインアウトとかね、よくモータースポーツであるような、速く走るためのライン取りってしてもいいんですけど、基本的に複数人で走る場合は、うん、自分のラインを守らないとダメで、そうですね、うんうん、だから集団になると人が増えるから、うん、やっぱ左右前後の人を意識しながらコーナー曲がらないと、自分だけのコーナーで曲がっちゃうと別の人を勝ってしまう可能性があるから、うん、まあ、ぶつかってしまう、そう、転ぶ原因になっちゃいます、うん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 、あとね、まあ、自分の体だけじゃないからね、ホイールとかがね、こう少しはみ出して、自分の体に対してはみ出してあるから、うんうん、それでその他人のはみ出してる部位、ホイールとかにぶつかって、要は走る状態、ホイールとホイールがぶつかって、うんうん、まあ、転ばせてしまう、まあ、自分も転んでしまう可能性が高くなってしまうと。でここで重要なのが、これまでやってきた視野ですね、はい、視野重要、うん、どこに自分のその相手がいて、どれぐらいの距離が離れているかっていうのを把握した上でコントロールしてラインを走る、まあ、そういう練習が必要なので、はい、でこれをね、ちょっと一回実践してやってみようと思います。はい、はい、まずはね、ちょっとね、ダメな例やってみましょうか。ダメな例、ダメな例、そこにね、こあのコーナリングがあります、うんうん、ここから見ると左コーナーがあります、うん、で、森くんがダメな人、お、ダメな人、うん、森くんやっちゃいけないやつをちょっとやってもらう、狩りに行く人です、うん、で、その時にどういう風な視点で映るのかっていうのをちょっとこのね、あの GoPro をあの機種につけてもらって、撮りますよ。ちょっとその視点をね、見てみようと思います、はい、何が危ないのか、何がダメだったのかっていうのを一旦それ確認してみようと思います楽しみだな、これ、うわー、怖え、はい、じゃあやってみましょう。じゃあ行きます、はい、よし、OK、じゃあ森さん行きましょう。じゃあ行きましょう、はい、まずこれ並走中ね、今並走中ですね。認識してる僕のこと見えてますよ。 OKOKOK、 ぼんやりと。 OKOKOK、 よし、コーナーが近づいてきた、コーナーが近づいてきた。さあ、これを悪い方法でやると、うわっ、うわくそ、あいつ危ねえ。はい、じゃあ2人ね、まず今並走でちょうど並んできてますね。でここでこう曲がっていくので、本当であればこのままの並びで曲がっていくのが、まあ、ベストですよね、ラインを保ってね。はい、でここで、あ、出た、危ないですね。くそ、あいつ怒ってますね。危ねえ。でお互いに距離を把握してたと思うんですけども、把握できたパターンもあると思うんですけど、レースでね、で相手がいたはずのラインにこう本当だって同じ角度で行かなきゃいけなかったのに、かぶせちゃったから、要は騎士のラインがなくなっちゃって、もう減速せざるを得なくなっちゃったんですよね。でこれは、まあ、例えばモータースポーツとかだったら、そのブレーキングで先に進入した方がみたいな話があると思うんですけども、自転車ってモータースポーツに似てるようで、またちょっと違うあのスポーツなので、今のところの正解としては、別に1分1秒争うところでないのであれば、スプリントの直前とかゴール手前とかの本当緊迫したそのあのポジション争いが起きるところではなかったので、あそこはちゃんとラインを守って曲がるべきだったというような、流れになります。はい、さっき危なかったからな、森くん、すいませんでした意図的にやるっていうことは危なかったわ。で今度は正しい感じで、正しい感じで、はい、綺麗にいきましょう。そうですね、今こうラインをキープしてるんですけど、さっきこの時にね、アウトに膨らんだんですけど、自分たちはうん、いい感じ。このタイミングで。そうね。向かうのがいい、うん、
い、では続いてね、正しい方法で、走ってもらいます。正しいラインをね、2人とも、ラインをキープした上でコーナーに入ってもらいます。こうラインをキープしてるけど、さっきこの時にね、アウトに膨らんだけど、そう、このままお互いにラインを保って、あー綺麗ですね。今上り終わってまっすぐになってから加速して前に出ましたね。あれで前に上がるのは全然いいです。お互いストレスがないので、ね、危なくもないですし、はい、なので、まあ、コーナーでやっぱりその相手との距離感を保ってちゃんと同じこのスペースで曲がっていくっていうのが大事ですね。はい、はい、じゃあ続いてね、応用編でちょっとね、高速コーナーでね、よくありがちなパターンをね、試してみたいと思います。この後ね、右コーナーがあるんですけど、そこでね、森くんが悪い例として来るので、ちょっと見てみてください。あ、森くん来ましたね。はい、ここで森くんが来る。あ、危ない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 、怖い、怖いですね。はい、ここで森くんが来る。危ない危ない。はい、続いてね、松尾が悪い例をやります。はい、同じコーナーですね、右コーナーで、ここで右側行けそうだなって思っちゃって行くのがダメなんですね。はい、ということで、うん、今ちょっとねダメな例をやってみたんですけども、はい、まあ、基本的に全部ではないんですけど、コーナーでこう順位を上げたりとか下げたりするのって結構リスキーなんで、うん、あまり最初はおすすめしないかなっていう感じはありますね。やっぱりその最初に言った通り、コーナリングした時には相手もラインがあって、特に体を傾けてると、でその傾けてるラインに対して内側なり外側なりそれを変えさせるような行動を取っちゃうと、やっぱりかなりリスクになってしまって、うんうんうん、その人だけじゃなくて後ろにもかなり影響を与えてしまうんで、森くんも後ろいておーってなったでしょ。だいぶ後ろでおーってなりましたね。なったよね。まあ本当ね、数センチとか、うんうんうん、そのぐらいのラインの差だったりとか、その踏み込むタイミングとかにもよるとは思うんですけど、まあ、基本的に目に見えないラインがこのコーナリングに沿って自分の前にあると思って、それをなぞるように走るのが、ポイントですね、うん、はい、だって僕があれで避けたさらに左側に人がいたら、そう、想像できないですよね。もう怖いですよ。それがどんどんこう増幅されて、そう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 、でそれでやっぱ落車がね、落車ですね、起きちゃうわけなんで、集団の中でね、うんうん、怖かったっすね、後ろついてた。まあそうだよね、うん、だって急にハンドルで修正しなきゃいけないわけだからね、うん、特にコーナリング中だと限られるわけなんで、うん、その目に見えるスペースよりももっと狭いスペースというかラインの中で走ってるからね、うんうんうん、はい、ということでちょっとね、今度は正しい例をちょっとまたその目線でやってみたいなと思います。はい、はいはい、続いてね、集団の中を想定してちゃんとラインをキープしたコーナリングちょっとねやってみたいと思います。もう今ねぴったりついてるし、あとその2人の後ろには、僕がねもうついてますっていう状態ですね。でコーナーがこの先ありますけど、このコーナーもこのままです。基本的にはこのまま集団で行きますね。はい、コーナー差し掛かりましたけども、はい、距離感は一定ですね。はい。はい、距離感は一定です。はい。はい、ということでね、はい、今回はいろいろね、これまで勉強したことを、うん、総合して、コーナリングで、他人と並走したりとか、まあ、集団で走る時の、気をつけなければいけない点を確認しました。はい、やっぱり視野ですね。これはね、特に下りのコーナーとかはもう完全に視野が大事です、うん、さっきの映像を見てもらえると分かると思うんですけど、前を走ってる2人、うん、全然キョロキョロしてなかったと思うんですよ、うんうん、首が動いてない。むしろそのコーナーの出口をちゃんと見てる、うんうん、でもちゃんと視野を広く持ってるから、そこまでそのぶつかったりとか大げさにこうね広がったりとか狭くなったりとかはしてないと。お互いの距離感がこう分かってるから、ね、で僕もねその2人の後ろ側にホイール差し込んでたんだけど、うんうんうん、それでも僕はそのホイール見てないんですよ、ここの下のね、うんうんうん、ここに視野はぼやーっと見えてるんで、前を向いて広く持った上で走ってると、うん、じゃあかなりね安定して走ることができました。でこれはスピードが速くなっても低速であっても変わらないことなんで、うん、はい、ここはね、できるようになったらかなりね安全に走るためのスキルがね、身についているんじゃないかなというふうに思うので、うん、ぜひね複数人で仲間がいる場合は、うん、まあ、こういったトレーニングね
やってみていただければなと思います。本番でいきなりやると絶対無理なんで。そうですね、できないよね。いや本番で無理ですね、うん、いきなりやってって言われても絶対できないなので最初は本当に低速から、うんうん、最初の今回の1回目でやったけど、うんうんうん、自転車乗ってない状態でまずは確認して、で徐々に乗って、低速から試してもらってできるようになってから、まあ、こういったスペースで試してもらうといいのかなというふうに思います、うん、はい、安全にロードバイク楽しみましょう、はいはいはい、大事だと思います、はい、ということで今回は、コーナリング編お届けしてまいりました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。